中年オタッキーです。今日はね、自宅の、部屋から珍しく お送りしてますけど、これね一度に、2名の、視聴者様から贈り物をいただきました。もういつもね耳にする名前の方からと思うんですけども、そんなわけで今日はね開封動画ということで、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、それではね早速開けていこうと思いますが、ハサミ的なものを持ってきてなかった。おりゃーっと、リアリ開けていきます。こちらの方はね、いつもね、聞く名前です。ドリームロコモーティブ様からね、フィルムをね、送っていただいたということなんですけども、相変わらずね現像データ表ですね。現像データ、現像時間のデータですけどもね、一応フォーマーのデータを送っていますね。フォーマー100、フォーマー400、フォーマー200っていうことですけど、で、中身の方はというと、あ、これ嬉しい。言ってたか、これね、カメラのね、その針替えに使われるね、針側ですね。両面テープがついておるので、もう切っただけで使えるっていう、早速使いたいカメラがいくつかありますね。おぉこれはやばいぞ。地酒が入ってまーす。あー、これ早速今夜飲んでみようと思います。今ね、15時ぐらいなんですけどもね、ちょうどいいもの。これは、僕も結構好きだったアニメ、ボトムズのなんかグッズが入ってますね。なるほど。これ、これに入れて飲めというわけですね。ありがとうございます。なんかカレーが入ってる。これ多分カレーだよね。まだボトムズつながりのカレー。レッドショルダー書いても知ってる人はちょっとやばいですね、レッドショルダー。まあね、レッドショルダーってね、先端がね、あったんですよね。D76 のね、薬品、原薬を入れていただいてもありがとうございます。他にもなんかいろいろあるぞ。ちょっと他の方がちょっと目につくな。フィルムよりも他の方が目につくぞ。稲城市の観光案内ですね。これね、コロナ禍が明けたら行かなきゃいけないな。時間が問題ですけどね。他にもね、稲城のね、これ。大河原邦夫さん関係のね、他にもヤッターマンとかのあれもありますね。稲城市、に興味のある方はぜひという感じですかね、これね。で、フィルムがね、ニュッと。これがね、フォマの100とフォマの400が入ってます。フォマ100はね、実は使ったことがないんですね。で、フォマの400も使ったことがない。ケントミアの400になりますけど、これどちらも使ったことがないフィルムなんで、非常に楽しみで試写していこうと思いますね。これはなんだ？ヨドバシカメラの封筒に丸めて入れられておりますね。よっ。わおたくさんフィルムが出てきました。これ、こんなにたくさん。よいしょ。アリスタエデュー200。アリスタエデューウルトラ200っていうマークが入ってます。これ全部そうだな。全部そうだな。わ、たくさん。全部で7本。1、2、3、4、5、6、7本。ありがとうございます。この200ね、200のフィルムなんですけども、以前使ったことなかったんですよ。200っていう感度のフィルムね。で、最近って言っても、この3、4年ですけど、コダックのね、カラープラス200とか、コダックゴールド200とか、あと富士フィルムの C200 とか、まあ、使ってみてね、100と400の中間ということで、
暗いとこでもそこそこ取れるし、粒子もそんなに目立たないっていうんでね、結構ね、200っていいんだと思うんですよね。で、もうちょっとしたらアリスターエディの200長巻きで買おうと思ってたんですけども、こんなにたくさんいただいて、まあ、バッチリ試写ができますね。これありがとうございます。前もってね、試すことができますね。以前もちょっといただいたことあるんですけども、レンジファインダーに、使ってみようかな。レンジファインダー機はね、シャッター速度とかが稼げないんで、400がちょっと苦しいところがあるんでね、使ってみようと思います。ありがとうございます。いや、いろいろ地味にね、これが嬉しいんですけど、結構日本酒のファンなんで、地味に嬉しい。むちゃくちゃ嬉しいです。僕は日本酒、バイクで日本酒したことあるんですけど、その時にはね、地酒をね、各地の地酒を飲みながら回ったっていうぐらいの日本酒ファンです。こんなこと言うとまた日本酒が怒られてくる日本酒の宣伝になっちゃうね、これね。何酒造って言うんだろう。竹甲酒造って読むのかな、埼玉県秩父市。武甲酒造。ちょっとわからない。読み方はわかんないですけどね。それではね、こちらはね、次行きます。こちらは、ズボラ様から、提供いただいたものになります。中身はね、フィルムとカメラっていうふうになっておりました。よいしょ。よ。なんかフィルムを持ってくれやがったな。よいしょ。はい。開けていきますよ。おー。まずはフィルムが出てきました。わ、結構たくさん入ってる。結構、カラープラスですね。あ、これ高いのにもう富士のね、36メートル100ですね。富士カラー100。100はね、1000円以上にしますよね、今ね。でね、これなんだ。あ、ローライレトロですね。ローライレトロ。ちょっと見えにくいな。80S、ISO 80。こんな感じですね。これ長巻きを詰め替えた感じですね。ローライレトロ。これ現像は調べなきゃいけないな。ありがとうございます。いや、これローライのフィルムって高いのにな。こんなにたくさん。たくさん。うわー、ありがとうございます。たくさんですよ。たくさん。これ全部ローライレトロ。これはコダックのプロイメージですね。あー、ありがとうございます。使ったことないフィルムです。もういいんだろうか、こんなにいただいてすんません。これはカメラですね。あ、やばい。これはやばいぞ。このカメラはやばい。はい。あ、これも僕、さっきオークションで見てたやつだ。いや、入札しなくてよかった。ミノルタ110ズーム。これ110っていうね、ワンテンですよね。はい。はい、こんな感じです。やばい。これはやばい。これどうやって使うんだ？どうやって使うんだろう。あー、なるほど。おー、使い方がわからないな。今バルブだ。あ、バルブと A しかないんだな、これ。ははは。シャッターを切るともうファインダーは暗転するようですね。いや、これは楽しみで、なんかフィルムもついてる。いや、結構、確か結構するんじゃないかな、これ。ロモのね、ワンテンのフィルムですね。いつか買おうとは思ってたんですけども、フィルムまでついてきて。いやー、すんません。これピントマニュアルフォーカスなんだな。こっちがピントリングで、これがシャッター速度か。これが絞りか。
使い方、ああこれ完全でも50分の1、そんなことはねえよな。さあ25、30、使い方わかんない。ちょっと使い方は調べてから使いますね。まあ、ミノルタなんでね、うついはおそらくいいでしょうが、ワンテンということでね、どこまで、能力があるのかっていうのちょっと興味があるところで、あ、もう一台カメラ入ってる。あー、ヤシカですね、ヤシンノン、45mmF1.8 で、これすごい状態。ヤシカミニマチックS というカメラ入ってました。ヤシカミニスターは知ってたんですけど、ミニマチックは初めて知りましたね。これ露出系はどうなってるんだ？露出系は、あ、これか。何だっけこれ。ど忘れした。ど忘れした。で、これオートが使えるということですね。ファインダーはちょっと曇ってますけど、まあ、かもなく不可もなく。あ、ちゃんと変化してます。露出系動いてますね。このね、針側がヤシカらしいですね。まあ、この時期のヤシカ、ヤシノンということは、富岡の可能性もあるのかな？その辺はちょっと調べないとわからないですけど、蓋の開け方がわからないぞ。違うな。どうやって開けるんだ。あ、これか。ん？ん？蓋の開け方が分かんない。蓋の開け方が分かんない。オープンって書いてあるよな。ん？わからない。蓋の開け方がマジでわからない。ちょっと調べなきゃいけないな、これ。あ、これで ISO 感度。ここで ISO 感度。まあ、朝感度を設定して、基本 AE で撮るみたいですけども。シャッター速度は？オートだけ？いや、これ本当にわからない。ちょっと調べなきゃいけないな。ちょっと一旦調べるってことになりますね。で、まだ中に奥に。ありがとうございます。もうこれ本当に嬉しいプレゼントです。ストラップですね。もう万年ストラップ不足なんで、カメラが多すぎてね、ストラップ足んないんでね。いやー、ありがとうございます。なんか奥にも何か、あ、これは通信分ですね。よいしょ。なんか硬いものが入ってるような気がする。お、これは修理に使えそうなものが、シリンジが入ってました。これね、まあ言うたら、病院で使うようなものですけども、通常一般人は買えないようなものですけど、これね、注入するときに使えるんですよね。まあ、例えば、以前、A1 とか AE1 のシャッターなきの修理とかいう話をしたことがあると思うんですけど、オイルのね、その入れる量をね、正確に測るという意味で、これシリンジは使えると思います。シャッターなきのね、A シリーズに遭遇したら、これ使って修理してみようと思いますね。もう本当に、0.何ミリリットルぐらいの管理ができるんだな、これ。すごいな。うん。ただ、ついてるのが本物の針ですね。実は私、先端恐怖症です。これちょっと削ってね、刺さらないようにしてから使おうと思います。もうね、幼稚園の頃にね、ちょっと、交通事故で骨折って入院して、その時に毎日針打たれたんで、それでね、ちょっと先端恐怖症になってね、トラウマになってるんですよね。
あそんなわけで、今日のね開封動画なんですけどね、ちょっとこのヤシカミニスターの使い方だけ、調べてみようかな。うん、調べてみます。はい、わかりました。結構珍しいね蓋の開け方でして、ここにね蓋の開閉レバーがあるんですけど、これ横にずらしただけではね空振りして開かないんですよ。で奥に押しながら横にずらすとこうやって蓋が開くようになっておりますね。はい、ということでかなり珍しいということで、ここでねミニマチック S ですね、使い方とかの動画もね YouTube に上がってないですし、メンテナンスとかの情報もほとんど見ることができませんでしたが、20度合致式のね距離計連動式、まあ、レンジファインダーカメラですね。時代的にレンズはおそらく富岡の製造と思われますが、もしかしたらそれより古いのかな。レンズ見た目的にはねなんかちょっと富岡っぽいような気もしますが、写りがどんなのか試してみたいと思います。はい、今日のね、開封動画はこんな感じになりました。本当にね、ドリームロコモーティブ様とズボラ様、からね、たくさんのフィルムが提供いただいてね、もう、これフィルム高いんでね、今、すごくフィルム高いんでね、本当にありがとうございます。一番、やっぱ経費が一番かかるポイントがフィルムでして、そろそろね、長巻きを3本ぐらい買おうかなって思ってたところで、しばらく買わずに済むことになりました。結構ね、まあ、ジャンクベースなんで、フィルムを捨てるようなことも結構ある。捨てるかっていうかね、1枚も撮れてないとか。で、その消えていってる動画たくさんあるんですよ。で、フィルム今1本1000円の時代になってきてますから、まあね、一回失敗したら1000円のロスということなんですけどもね、まあこれね、存分に使っていきたいと思います。で、どちらもね、その使ったことないフィルムが大半です。というわけでね、フィルムテストということになりますんで、フィルムテストの動画としても上げていこうと思います。はい、それではここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。ちょっとね、スキャン中でね、音が入ってしまいます。すいません。トップバッターが、ケイジローさんでか。ケイジローさんですね。動画で冬らしい写真とおっしゃっていたので、地元でたまにしか降らない雪が降って積もったので、撮ったフィルムが、一昨日、現像上がったので投稿します。組写真でお願いします。ということで、伊賀の雪景色2021、カメラニコン F。フィルムコダック、ポートラ160、レンズニッコール S オート、55mmF1.2 いいレンズですね。この日は昼前ですが、どんよりとした天気で光がなく F8 で60分の1から125分の1あたりで撮ったと思いますということですけども、光がないっていうこと、これね結構ね1枚目からアンダーで映ってますね。もっとということか。これ以上シャッター速度を落とせないんで、まあ、絞りを開けるということになるんですけども、55mmF1.2、確か、開放付近の解像度が今一つのレンズですよね。難しいですね、これ。うん、条件的にちょっと厳しかったかなという感じですが、逆にエモい感じになっていいと言えばいいです。1枚目が特にね、エモい感じになってね、良い写真になってと思います。はい、ケイジルさんありがとうございます。次がですね、ガメラさんの作品ですね。小滝さんこんにちは。視聴者の作品に投稿します。タイトルは、閑散と。ということで、撮影機材コニカ A コム1。ヘキサの 40mmF1.8、使用フィルムコダックゴールド200。以前はこんな狭い路地裏の飲み屋街にも人が溢れてたのに、今ではすっかり閑散とということで作品なんですけどもね。いや、本当にこれはひどいという様子ですね。奥の方に人が2人。動いてブレてる影も見えるんですけども、それにしても寂しいですね。まあ実は自分の、僕のね、地元の飲み屋街、いつもこんな、い
そんな感じなんですけどね。ちょっとね、その場所的に言ってこれ、どこになるんだろう、どこの飲み屋街になるのか分かんないけど、まあ普通はねこんなことはないですよね。飲み屋さんとかね、もしかしたらね視聴者の方に経営者の方とかいると思うんですけど、僕も以前はね飲食店の経営者だったんですけども、ちょっと現状ひどいですよね。まあなんとかねコロナ禍を乗り切って、生き残っていくという表現がいいのかどうかわかんないですけど、頑張ってほしいところです。はい、ガメラさんありがとうございます。次がコマモン様ですね。2回目の投稿です。前回はコマコマ001で投稿しましたけどですね、昨年11月の近所の公園の暗がりで撮影、狙って撮影したわけではありませんが綺麗に撮れていますので投稿します。カメラキャノン EOS 6D Mark II、レンズキャノン EF2405F4LISUSM、2枚組写真ということなんですけど、作品なんですけど、まあデジタル写真ということで、まあデジタルの解像度の良さを、生かして撮っていいと思いますが、結構ね、これもうちょっと寄って撮っても面白い作品になるんじゃないかな。僕的にはね、寄った写真が好きということもありますけど、特に1枚目はね、光はいい感じで来てるんでね、もっと寄って撮った方が面白いかもしれないですね。暗闇と、緑のコントラストが見事に生きていて綺麗な写真ではあると思います。はい。コマモンさん、ありがとうございます。次が、一都市九さんから2枚ですね。タイトル1枚目が冬も、川も凍った冬だ。2枚目が氷点下ということで、カメラがニコン F フォトミック。レンズ、オート 50mmF2、RDP3 ですね。富士クロームプロビア 100F になるかな。で写真なんですけどもね、まあプロビア 100F 青の発色が比較的良い、忠実再現ながらややサイド高めということなんですけども、これ見事に川凍ってますね。一度これどこで撮ったんですか。遠くの方にね工業地帯のね煙も見えておりますが、2枚目がよっと2枚目もね、見事にね、凍てつく川。こちらはちょっと流れてるような感じですけど、撮られておりますね。やはり、ネイチャーフォトとか、こういう、自然のね、場面を撮るには、RDP3 いいんですけど、まあ、注目はね、この露出が難しい状況でね、ちゃんと適正露出で撮れているっていうことですね。リバーサルなんでね、露出を外すと、確実におかしくなりますし、で、白が多い場面なんでね、結構ね、露出を絞ることが多いんですけども、適正露出で見事に撮れておると思います。はい、一都市さんありがとうございます。最後は侍ジャパンさんから2枚ですね。タイトル1枚目が寒波の明けた日、2枚目が明暗ってことですね。1枚目はコニカ C35FD、富士クロームプロビア100、2枚目がね、富士が ST801、EBC 富士の 55mmF1.8 ということですけども、この1枚目、いや、見事な鮮やかな写真、これを待ってたぞみたいな感じですね。冬のね、まあ、寒波が明けて、まあ、雪、新雪がたっぷり、これ、船の上、イカ釣り漁船の上に積もった作品ですね。素晴らしいと思います。2枚目もね、こういう写真好きなんですよね。この光と影、ほとんどが車道なんですけども、これがまた印象的に撮れるんですよね。まあ、言うたら光が差し込んでいるだけなんですけど、これがね、作品として綺麗になるんですね。でね、今回この寒波の明けた日、1枚目のね、コニカ C35FD 富士プロビア100で撮ったこの作品、タイトル画面にさせていただこうと思います。はい、サムライジャパンさんですね。ありがとうございます。ここから先はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラはね、映像写真館で、いや、呼び方わかんない、花房写真館ですか、花房堂写真館、すみません、ちょっと字が読めなくて、からの、俺のカメラ、
F3 ですね。ニコン F3。この F3 本体と 50mmF1.2 レンズは僕の友人のお父様の形見です。家にあっても使えないからと託していただきましたけどですね。きちんと整備してずっと使いたいと思いますということなんですけども。いやー、ニコン F3 ね。ニコン F3 というだけでもう憧れですが、ニコンのね、50mmF1.2。こちらもね、人気の高いレンズですよね。この組み合わせ。うん、特に2枚目もうね、あのプロカメラマンの匂いブンブンのモータードライブ付きのね、ストロボ付きですね。これあのこれ以前もね、α9000 のこのような構成の、カメラをね投稿していただいたことがありますがかっこいいですね。これ単純にかっこいい、もう報道カメラマンみたいなね、佇まい、プロっぽいね感じのね、まあ普通の人こういう構成で使わないですよね。普通はね、あのペンタプリズムの上のね、スロットにね、フラッシュつけますけどもね。まあ、結局、上に乗っけるとこっちの方が堅牢性が高いのと、赤目とか防止できるからかな。この横にね、フラッシュをつける理由っていうのはちょっと僕、存じ上げてないんですけどね。調べなきゃいけないな。まあ、こんな感じですね。花房堂写真館さんですね。ありがとうございます。ね、ここからはね、今日はやった、やっちまったのコーナー投稿来てます。俺のカメラのコーナーまだね、3名ほどちょっと待機者があるんですけども、ちょっとお待ちくださいということで、ここからはやった、やっちまったコーナーになります。はい、やった、やっちまったコーナー。今日の投稿は夢旅人さんですね。やっちまったコーナーへ投稿です。お疲れ様です。久々にやっちまったへの投稿です。以前から気になっていた富士フィルムファインピクス S1 プロ。ジャンクで出品されていたので思い切って入札。金額も2500円。外観も綺麗だったので動くと判断。幸い競合することなく落札。自宅に届いて電池を入れて確認すると通電 OK。これは?と思ったのはその時だけでした。ニコンのレンズエアラー FEE 表示。いつものごとく絞りかなと最小絞りにしても表示が消えない。ネットで検索しても絞りを最小にしか書いてません。ふとマウントのところにプラスチックのレバーがプラプラして折れていました。部品が落下していなかったので瞬間接着剤で固定。レバーも動くようになりました。これで動くと思い CF カードを入れるとエラー表示。格闘すること2時間。ダメ元で2ギガのカードを入れると認識。どうやら4ギガのカードは認識しない。2ギガしか認識しないですね。この後シャッターを切ったけど動かない。思い切ってネジを緩めて中を見ました。中を見ると驚き、フィルムカメラそのままです。ネットで検索すると F601 のようです。本来やるべきことではないけど、ギアの部分に CRC を省略つけて再度組み立ててシャッターを切りましたが、エラーのまま。オブジェとなりました。動かないのは残念だったけど、フィルムからデジタルへの変換を見れてよかったです。これですね。これ3枚目の写真も本当にね、もろね、フィルムカメラにね、センサー貼り付けてあるだけなんですね。実はね、この富士のね、ファインピクスの S1 プロ。実は僕も興味があってね、入手しようと考えていたカメラなんですけどもね。ちょっと怖くて買えなくなったぞ。まあ、F601 ベースということで、動く F601 にこれ移植できないのかな?無理か。まあ、そんなわけでちょっと、夢旅人さん投稿ありがとうございます。今日の動画はね、こんな感じになっていきます。まあ、コロナ禍の中、皆さんね、まあ、自粛、まだね、緊急事態宣言が明けないんでね、自粛ということになっていくんですけどもね、ね、経済的に、まあ、苦しくなっていくようなところもあるんですけど、なんとかね、乗り越えてね、コロナ禍を乗り越えていきたいと思います。ワクチンがね、ようやく、国内に入ってきたということでね、ワクチンがどのぐらいの数ね、そのどのぐらいの時期に普及できるかとかは、まあ、わからないんですけども、本当にもうしばらくの辛抱だと思うんでね。あとね、また福島で大きな地震が発生しましたけどね、福島の方もいらっしゃいますし、東北の方もたくさんね、ご視聴いただいてるんで、ちょっと心配ではあるんですけど、何事もなかったことを祈りつつ、僕のところはね、もう四国なんでね、何にもない、もう揺れを感じることもなかったです。あの時間ね、ちゃんと、起きてたんですけど、地震があった瞬間にね、もうスマホに
地震の情報が入ってきてすぐテレビをつけて見てたんですけど、まあ何もなかったんですこちらは。おかげさまで何ともございません本当に申し訳ない。まあね、本当に怪我をされた方がいらっしゃいましたらね、もうぜひお大事にということですね。はい、今日の動画はこんな感じになります。次の動画はね、多分なんだっけ、ロシア製のフィルムの、試写したものになると思います。またね、数日お待ちいただければと思います。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではまたごきげんよう。さよなら。